筆豆はソースネクストが販売しているハガキ作成ソフトウェアである。また株式会社クレオから分割されソースネクストの子会社として同ソフトウェアの開発を担当していた企業名でもある。本校ではハガキ作成ソフトウェア、筆豆及び株式会社筆豆の双方を扱う。筆豆は株式会社モーリンが開発しソースネクスト株式会社が販売する。 はがき作成ソフトウェア。もともとは株式会社クレオが開発し、1990年に最初のバージョンを発売した。その後、2011年にはクレオの持ち株会社化に伴い、株式会社筆豆名義による開発、販売となる。2017年のバージョン28からはソースネクスト名義の販売になる。はがき、毛筆ソフトとしては、 2000年以降19年連続で売り上げナンバーワンである。ソースネクストははがき作成ソフトウェアとして筆を、筆豆、宛ての職人の3本を販売しているが、筆豆は年賀状のデザインにこだわるユーザー向けと位置づけている。フリー版、体験版と称して無料で提供されているバージョン。内容は製品版とほぼ同等だが10分に1枚しか。 印刷できないなどの機能に制限がある。書店で年賀状用として販売される CD、DVD ロム付きのムックなどに収録されているバージョン。製品バージョンに入っていたフォントやイラストなどの素材が収録されていないなどの際がある。しかし多くのムックは独自のフォントやイラストなどの素材を収録しているため、実施用には支障がないようになっている。 ムックには1年前に発売された製品バージョンのベーシック版が収録されることが多いため、機能としては現行バージョンと比較すると一部劣っている場合がある。PC にソフトをインストールせずに Web ブ,ブラウザを使ってインターネット上でハガキデザインの作成から印刷の注文までを行えるサービスである。年賀状デザインは会員登録をすれば無料で利用できるが、 印刷業者へ注文する際や自宅のプリンタで印刷するためにダウンロードする際に費用が発生する。2006年8月4日から25日まで筆豆オンラインとしてベータ版を公開した。この時点ではベータ版として自宅のプリンタで印刷する機能のみがあったが、この機能は正式版ではなくなることが予告された。 2006年11月1日から2006年12月22日まで名称を筆豆オンライン年賀状印刷として正式サービス提供開始。自宅のプリンタで印刷する機能は廃止され、指定の業者へ注文をして印刷する仕組みが正式に導入された。2007年10月1日から2007年12月26日まで2008年版のサービス提供。 オンラインパスポートを購入することで自宅のプリンタでの年賀状印刷に対応した。2008年10月1日から2009年1月31日まで2009年版サービスの提供。2009年10月30日から2010年1月22日まで2010年版サービスの提供。宛名のみを自宅プリンタで印刷する機能を追加。2010年11月1日から 2011年版サービスの提供。2011年4月1日、株式会社、クレオの持ち株会社化の際に株式会社、クレオネットワークスへ事業を引き継ぐ。筆豆とは別会社によるサービスとなる。2013年3月27日、筆豆オンラインから、楽だね、オンラインに名称を変更。2015年2月1日、株式会社アイフィスジャパンに、 事業上と、ユーズ株式会社は、ソースネクスト株式会社の子会社である。旧社名は株式会社筆豆で、はがき作成ソフトウェア、筆豆などのソフトウェアの企画、開発、販売を行っていた。2011年4月1日、株式会社、クレオの持ち株会社化に伴い、同社よりソフトウェア製品の企画、開発、販売部門を、 新設分割する形で発足した。2015年4月、全株式が株式会社クレオから株式会社 f p j に譲渡された。株式会社 f p j はシンガポールの投資ファンド運営会社赤インベストマンツテイ・リミテッドの子会社赤 f p j インベストマンツリミテッドが大株主となる特別目的会社である。2015年7月1日、 株式会社 f p j が従前の株式会社筆豆を吸収合併し株式会社筆豆に称号を変更した2016年4月26日株式会社ソフトフロントが株式会社筆豆を買収した2017年2月6日ソースネクスト株式会社が株式会社筆豆の全株式を取得することで株式会社ソフトフロントホールディングスと 基本語彙。2017年5月11日、ソースネクスト株式会社が全株式を取得した。2017年8月1日、販売、サポートを親会社のソースネクスト株式会社に移管した。2017年8月3日、筆豆ネットの運営をソースネクスト株式会社に移管した。二千十九年七月十五日、筆豆クラウドサービスを ソースネクスト株式会社に移管した。2019年9月17日、社名をユーズ株式会社へ変更。2019年9月24日、本社を横浜市西区へ移動。ありがとうございます。